いよーますけど、あの締め感ですよね。いい音ですね。さーっと言うね。スムーズにこう締まらないとならない音がしますよね。息が過ぎました。ショルダートート、息の行き過ぎバージョンです。この緑に行き過ぎた配色にしてますし、息を凝縮したね、行き過ぎ、息だけに行き過ぎ。緑っていうのはすごく縁起を担ぐ色なんですよね。僕たちの80周年モデルのティラノというお財布をね、一緒に持っていただくには最適なバッグを作ってみました。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介するはこちらの裏メニュー。裏メニュー、息が過ぎました。ショルダートート、息の行き過ぎバージョンです。何が行き過ぎたかっていうと、この緑に行き過ぎた配色にしてますし、息を凝縮したね、行き過ぎ、息だけに行き過ぎ、まあそういうバッグに仕上げました。ウェブサイトの方で販売している製品はブラックのパイソンかナチュラルのパイソンなんですよね。だからそこをですね、あえて翡翠のパイソンを使いました。プラスアルファ持ち手とか、まあ一部分ですよね。ティラノっていうね、人気のクロコダイルをつけさせてもらってます。緑っていうのはすごく縁起を担ぐ色なんですよね。僕たちの80周年モデルのティラノというお財布をね、一緒に持っていただくには最適なバッグを作ってみました。このバッグはすごい人気があってですね、やっぱりせっかく裏メニューでやるんで、まあそのウェブ販売しているものとは一風変わったものにしたいというところで、緑系ですよね、それに特化した形で今回は製品を作ってみました。気が行き過ぎた行き過ぎバージョンですね。池田工芸のね、やっぱ80周年モデルのこのティラノですよね。これを入れていただくと本当にいいんじゃないかなというふうに思っています。ありますよね。お買い上げいただいた方で連絡取れる方とお話してると、この大きさ感がね、絶妙にいいらしくて、なおかつ中をね、開けていただくとね、仕切りも何もないんですよ。もうドーンと大きなお部屋が一つあるだけで、こういうお財布とかね、必要なものを突っ込める、ちょっとしたお出かけとかね、そういうところにはすごい最適な大きさみたいなんですよ。持ち方もいろいろバリエーションがあって、こうこの持ち手を持ってね、持っていただくもよし、ここに手を通していただいて、こういう感じでね、持っていただいたりとかね、まあ巾着状になっているこの口元を開いた状態でもね、こういうふうにお使いいただけるし、付属のね、このショルダーベルト、肩にかけていただいたりとか、まあ本当にショルダーバッグとしてこういうふうにお使いいただいたりとかね、こういろんな持ち方ができるんですよね。お持ちいただいた方がね、持ち方をすごく遊んでいただける、まあそういうバッグなんですよね。カジュアルに見えるバッグなんですけれども、意外とフォーマルというかね、例えばちょっと高級なレストランとか行く時でも、やっぱり素材がパイソンふんだんに使っているし、クロコも使っているので、意外と持っていけるらしいです。まあいろんな場面にね、広くお持ちいただけるし、使い方も自由、さらに入れれるものも多い、どんどん突っ込める、まあそういうところですごく好評いただいているみたいです。前面はね、こちら側なんですけれども、右サイドですよね、こちらには実はファスナーがついていて、巾着を締めた状態でも、要はクイックアクセスとして財布をここから出していただける、この L 字にカッティングされた部分ですよね。ここは実は携帯専用のポケットなんです。池田工芸としても手帳型のね、携帯ケース、まあ、iPhone 専用ではありますけれども、まあ、販売していて、マックスサイズですよね。それもしっかりこの中に、そういう設定をしてます。携帯が落ちない仕組みをね、考えて、お作りしてます。 iPhone のマックスサイズの大きさの手帳型ケースです。このサイズが入ればね、市販のどの携帯のケースでも入ると思います。まあ、ここマグネットになってるんで自動的に閉まるんですけれども、ここを開いていただいて、まず突っ込みます。奥まで行くんですよね。でもこの状態だとなんか抜け落ちそうで怖いっておっしゃられたんですけど、突っ込んで下に下げることによって、分かりますかね、こういう状態で携帯ケースが入る仕組みにしてるんですね。開けた状態でこう動いたとしても、この入り口の下側がね、ちょっと段差になっていて、そこにこう突っ込める関係で引っかかって絶対落ちないんですよ。携帯がな、落ちて破損したりとか壊れたりするリスクっていうのはないっていうことをね、しっかり見ておいていただければなと思います。
口元っていうのはこのボディのところね、鱗の向きとちょっと違う向きにお作りしてるんです。でボディっていうのは上から下に向けての鱗の流れですよね。だけどその向きであるとすごく巾着がギュッと締めた時にこう突っ張っちゃうんですよね。なので僕たちはあえてこの口元っていうのはパイソンの鱗の流れを横にしてます。そうすることによって今ちょっとこう締めてみますけど、この締め感ですよねがよりスムーズになる。その時のこの締まり感ね、いい音ですね。さーっと言うねスムーズにこう締まらないとならない音がしますよね。でもこういう形で本当にキュッと締めたり革のねこの柔軟性を楽しむそういうものっていうのはなかなかないし、高級比較でねそういうことを思う存分していただけるっていうのはこのバッグの、ね、最大の特徴だと思うんでね、まあ、そういう素材感も楽しんでいただければなというふうに思います。じゃあ最後もう一回いきますね。さあいいですね、こういう感じです。池田工芸のねバッグをお持ちでない方、この行きに関しては少しこうお買い求めやすい価格にもなっているので、まあ、池田工芸のファーストバッグとして、ね、お買い上げいただければすごく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。足元見ていただきたいんですけど、同じ配色で同じ素材使いでサンダルをねお作りしてます。このお湯サンダルとね一緒に持っていただいてたりとかしたらもうベストですよね。でさらにこの中からティラノのね財布が出てくると、もう緑尽くし、なかなかないですよね。翡翠とティラノのコンビネーションのサンダルを買っていただいた方、まあ、そういう方にもねぜひともこの行き過ぎた行きバッグをね持っていただきたいなというふうに思います。今回はね、裏メニューでこの行き過ぎた行きバッグ、翡翠のパイソンと80周年モデルで僕たちがこだわって作ったこのティラノという緑のクロッコを使った製品をご紹介しました。いや本当にいい製品なんでね、気になった方は概要欄に裏メニューに入るための秘密の扉の URL を、ね、貼っておきますんで、またそちらの方からこの製品の詳しい内容をね見ていただければなと思います。今回もねご視聴ありがとうございました。毎回毎回ね見ていただいて本当にまあそれに対するコメントとか、あとはもう直接お電話でねいろんなことを言っていただけるんですけれども、本当に嬉しく思ってます。お気に入りの方はねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。